テウレウェラ国立公園はニュージーランド北島東部にある国立公園である。ホークスベイ地方北東部に位置し、最寄りの町であるワイロアからは国道38号線を利用して公園の南部に位置し、公園内最大の湖であるワイカレモアナ湖にアクセスすることが可能である。ただ、国立公園内にアクセスできる道路がこの38号線に限られていることから、 国立公園内のほとんどが手付け数の自然に近い状態で保全されている。ワイカレモアナ湖の北東 4km のところには、それよりも小さい湖であるワイカレエチ湖があり、ワイカレエチ湖の水は、アニワニワダキやモカウダキを経由して、ワイカレモアナ湖に注ぐ。テウレウェラ国立公園一帯が、現在の状態を形成するようになったのは、1000万年前から1500万年。 前のことと考えられている。地質学的には、デーガ岩、シルサ砂岩で構成されている。かつては海底であったが2000万年前に隆起し、その後の侵食で複数の渓谷が形成されたと考えられている。テウレウェラ国立公園の一帯は、かつてはトゥーホエ族の人々が居住していた地域であった。テウレウェラ国立公園内には、 650種類以上の植物が生息している。公園の南部はブナが中心であり、北部はリムの木とベールシュミーディアタワが中心である。テウレウェラ国立公園は南部の一部を除き、森林内へのアクセスが非常に難しいため、野鳥の楽園となっている。北島で絶滅が危惧される、ノースアイランド、ブラウンキーウィ、ハシブトホーダレムクドリ、カカ、 ニュージーランドファルコン、青山ガモが生息している。特に公園の北部はニュージーランド最大のハシブトホーダレムクドリの生息地となっている。ただし国立公園内にはニュージーランドクイナは生息していない。トレッキングを手売れを得ら国立公園でも楽しむことができる。皇帝 46km のワイカレモアナコグレート、ウォークは ニュージーランドグレートウォークスの一つである。それ以外には、往復の所要時間、約2時間のワイカレーチコウォークや所要時間の短い、複数のトレッキングルートが、ワイカレモアナ湖周辺にある。それ以外のアクティビティは、ワイカレモアナ湖を利用したアクティビティで、釣りやカヤックを楽しむことができる。また、免許制であるが、狩猟も行われている。ありがとうございます。